バカな。あれはビガレト。銀河の獅子よ、ビガルト。ベロニカ！後ろだ隊長！大したものだ。だが。どいてもらおうか。雑魚に興味はない。どうした、動きが落ちてきたな。そろそろ限界か。ほう、まだいけるのか。と言いたいところだが、完全に避けることはもう不可能になってきたか。残念だが、そろそろ終わりだ。雑魚は来るな。今日が覚める。なんじゃ、もっと早く、もっと。隊長らしいいい動きだ。うわあ！ダメだ、クレア、ミリアに任せるんだ。私はいい。ミリアとクレアの加勢に回れ、あの二人を死なせるな。デネブ、あの二人がこの戦いの要だ。戦局を左右する。わかった。だからてめえはそこでじっと傷を治してろ。いいな。じっとしてろか。なんてざまだ。
ナンバー15が聞いて呆れる。何が一人で気張るなだ。何がお前には仲間がいるんだ。私はウンディーネを守るどころか、その仇に傷一つつけることすらできないじゃないか。邪魔だ。そう、これじゃ近づくこともできやしね。早い、あの男ミリアの幻影に難なくついていく。いや、ミリアの方がなんとかあいつについていってるのか。ダメだ、遅い。なぜ私の体はこんなに遅いんだ。今日ついたつもりなら外れだ。今度は幻影ではなかったようだな。ミリア！その首をはねて終わりだ。クソ、なぜ私の体はこんなにも遅い。クソ、約束する、私は死なない、必ず生きていて再びお前と会う。だからラキは死ぬな。必ず探し出すから、それまで生き残るんだぞ。約束だ。約束したんだ、生きて会うって。だから、だから今度は俺が守るんだ。クレア、私がもっと早ければジーンもフローラも救えたのに。私がもっと、私がもっと、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 私がもっと。